関東では梅雨入りも発表されましたが、今日はこのようにカラッと晴れ、皆様には横須賀ワイワイ乗り物フェスタをお楽しみいただいていることと思います。ここからは短い時間ではありますが、私たちの演奏をどうぞお楽しみください。指揮は横須賀音楽隊隊長三等海佐上田哲夫です。そして私は進行役を務めます会士長吉崎沙和と申します。どうぞよろしくお願いいたします。オープニングは皆様へのご挨拶を兼ねて、ファンクソウルを代表するアース・ウィンド・アンド・ファイヤーのヒット曲の中からゲットウェイをお送りしました。さて次は数ある管楽器の中からフルートにスポットを当てていきましょう。フルートは誰でも一度は聞いたことのある楽器だと思います。横須賀音楽隊のフルート奏者を見ても分かる通り、気品あふれる感じが出ており、楽器の女王とも言われています。フルートの歴史は管楽器の中で最も古く、4万年前に動物の骨を使って作られたものが発見されたと言われているくらいです。そして18世紀頃から発達し、ドイツの楽器製作者によって現在の形になりました。初めて楽器を選ぶときに、フルートかはたまたトランペットかというくらい人気の高い花形楽器でもあります。反対に人気のない楽器はといいますと、あまり名前の知られていないユーフォニアムとか、楽器が大きくて重たいスーザフォンとかチューバとか。ちなみに我らが横須賀音楽隊上田隊長も、学生時代から自衛隊に入隊して幹部に任官するまでチューバ一筋に活躍してきました。少し話がそれてしまいましたね。それではフルートの魅力を存分にお楽しみください。
ボサノバの名曲からワンノートサンバです。三等解
体操市川かおる。ありがとうございました。魔法によって野獣に変えられた王子、不思議な一輪のバラの花が散るまでに真実の愛を得なければ永遠に元の姿に戻ることができません。ディズニー映画30作目の記念作品として1991年にアメリカで発表された美女と野獣、今年エマ・ワトソン主演で実写映画化、私たちの夢をさらに大きくしてくれる心と心の愛の物語として大ヒットしています。本日はアニメで使われた数ある美しいメロディーの中からプロローグ、朝の風景、愛の芽生え、そして美女と野獣をメドレーでお送りします。それではお聴きください。
15年、復興の兆しが見え始めた頃、人類に新たなる危機、死とが訪れる。人類は死との襲来に対抗すべくエヴァンゲリオンを開発。3人の少年少女に人類の存亡という大きすぎる運命を託し、彼らの戦いが始まった。大人から子供まで大人気のテレビアニメ新世紀エヴァンゲリオンはファンの間で長く愛されています。本日は特に親しまれている主題歌残酷な天使のテーゼを会主長中川真理子の歌でお楽しみください。風が今胸の音を
と歌われ、日本の復興を歌で支え、その生涯を芸の道一筋にて生きてきました。女性初の国民栄誉賞にも輝いた彼女は、今でも日本人の心の支えとなっていることでしょう。本日は数あるヒット曲の中から、リンゴ追い分け、やわら、お祭りマンボ、そして愛三三の4曲を中川市長の歌を交えてメドレーでお送りします。題して美空ひばりメドレThank you.
Thank you.
ありがとうございました。皆様、本日の横須賀ワイワイ乗り物フェスタ、そして私たちの演奏、お楽しみいただいていますでしょうか。ありがとうございます。私たち音楽隊はこのようにたくさんのお客様の前で演奏できることを心から嬉しく思います。合わせて私たちと同じ海上自衛官の多くが今も皆様の目の届きにくい海の上で様々な任務についていることをご理解いただければ幸いです。さて、時間が経つのは早いもので、本日の演奏、次の曲でおしまいとなってしまいました。おしまいはラテンのスタンダードナンバーからキューバ生まれの音楽チャチャチャで作られたメキシコの名曲キエンセラをお送りしましょう。曲中ソロを取りますのはトロンボーン三等階層小野南。トランペット海士長坂本裕樹です。それではお聴きください。横須賀音楽隊ラストナンバーキエンセラ。Thank you.
演奏は海上自衛隊横須賀音楽隊、指揮は横須賀音楽隊隊長、担当会社上田哲